スーパー高校教師を目指していたので、教員じゃない、予備校だ。おお、教えるんだったら英語が終わっちゃ楽しいんじゃねえと。あ、やっぱり。さあ、どうやって食べていくってよ。そこなんですよね。お題始まりました。さあ、今回は再び清水先生を見ていきました。お願いします。前回は清水先生のね、受験について聞いたんですけども、はい、その後どうなったのかっていうのですね、はい、聞きたいんですけど、学部大に無事日本史だとか、日本史でゴリゴリで高校した、はい、その後大学時代、うん、そして校社長になるのを聞いていきたいなと思って、はい、僕もね、研修動画見てて、はい、あ、僕がロープレやってるやつ。そうですね。清水先生が生徒役だった時代と、はい、先生役になってる2つの時代、はい、ね、そうですね。面白いですよ、あの高田先生と清水先生の成長が見れる。確かに。高田先生顔全然変わってないけど、髪型だけ僕も変わってない。あの時茶髪でした。そうそうです、はい、さあ、どんな清水先生なんですけども、学芸大入ってゴリゴリ1年目から日本史なんですか。僕はもう最初スーパー高校教師を目指していたので、はい、もうこれは授業の練習を大学1年生からやるしかないだろう、うんうん、ただまあ学芸大って1年教育実習とか1年生からやるわけじゃないので、あ、ね、まあ、授業経験を積むにはまあシンプルに塾バイトをするしかないということで、うん、某英語ゼミナーってところだったんですけど、集団授業もしてましたし、大物同じですよ。あ、そうなんですか。個別指導もやってましたし、でそこで授業やって、まあ、そこではもう日本史だけじゃなくて英語とかもやってましたし、うん、まあ、なんなら中学生とかも教えてましたし、はいはいはい、あ、高校生もやったんです。大学受験生も教えてました。もうあるとこだったんですか、集団。ありました。ナビオではなくて、あ、ナビオでした。まあゼミナルもナビオも両方やってました。あ、はい、両方やってたんですね。県に3校舎ぐらい行ったりしたね。そうだったんですね。英語でやってて、はい、でその後ナビオに呼ばれて、はい、行きました。そうだったんですね。意外な共通点が。そうですね。まともり先生も英語だしみたいな。そうなんです。みんな最初通る道みたいな。いやいや、本当お世話になったんで、めちゃくちゃそこで成長したんですけど。そうだったんですね。楽しかったですか、それは。そうですね。いや、それこそあの受験生の時英文法とか全く勉強してなかったんですけど、はいはい、教えてって言われたんで、あ、お、確かに、やべやべみたいな感じで、そこで初めてめっちゃ勉強して得意になって教える側になるみたいなことをやるっていう、ちょっと変な勉強の仕方をしてますね。いや、でも人気あったと思いますけどね。いや、どうですかね。わかんないですけど、絶対大手予備校って感じではないんですけど、はい、まあ、授業を担当させてもらって、でそこでまあ初めてやっぱ予備校の先生ってすげえなってそこになったんですよ。教員じゃない、予備校だって。おお、はいはい。ふうになったので、赤羽塾とか東進とか、はいはい、スーサルとか有名な先生の授業とかにちょっとやや気持ちが傾き、はい、日本史誰のを見てたんですか。日本史はまあ実況中継をひたすら読んでたって感じなんですけど、はい、はい、まだ市川先生になるんですね、はいはいはい、まあ、将来像としては、うん、日本史はそっちの方がいいし、でもこれ教えるんだったら英語が割っちゃ楽しいんじゃねとか、そうなんね、思った時期も結構ありました。英語の先生誰見たりとかしたの。関先生。あ、やっぱり。そうですね。はい。さすがにね、大学生だったんで、そこから、まあ、東進とか通うわけにはなかなかいかないんで、はいはい、サブスクリーキングとかサブ見て、関先生とかの授業を参考にさせていただきました。面白い。この見た目めちゃめちゃ人気出るんですよ。僕、塾、あ、そうなんですか。業界長いですから。はい、背もめちゃくちゃ高いですから。そう、僕ら座ってるから、普段、はい、分からないです。確かに。よく言われますね。めちゃめちゃ背が高い。そういう形でやってて、あ、じゃあ英語教えるのも楽しいなみたいな。楽しいですね、英文法。はい。わで、学芸ではただまあ日本史ですもんね、専門は。そうですね、社会やってましたし、あと小学校免許も取ってたので、あ、ピアノ弾いたりとか、絵描いたりとか、あの、なんか小学校理科の研究やったりとか、ほうほうほう、そういうのもやってましたね。すごいですね、はい、じゃあ幅広くやっててバイトもしながらで、もう教育一筋じゃないですか、ね、そしたら、なかなか意識高い大学生だなと思ってサークルとかやってたの。サークルは最初一瞬フットサルの方やってたんですけど、まあ一瞬でやめて、一瞬でやめて、まあでも塾校あるあるだと思うんですけど、バイトの方がサークルみたいになってくるんですよね。そうですね、こっちの方が楽しくねみたいな。そうだと思う。週5とか6とか普通に行ってましたもん、自分も。そうですね。もう塾バイトで稼いで、みんなで、ワイワイと。ってことは、じゃあほとんどスーツで帰ってた。そうなんですよ。まあ、だけしかそうではないですけどね。栄、は、光、いはい、はもうスーツ必須なんで。僕もだってあだ名スーツですから。ああ、もう、あれあれですね。スーツの人。大学をスーツで行ったんで。スーツの人っていうね、もうあだ名が付けられるっていうね、まあ、よくあるパターンですよね。はい、最初いじられるけど、途中からも何も言われる。そうです。そうです。もういつもスーツ。シンザスーツがいつも就活みたいなね。常に就活してるみたいになってましたかね。いや、そういう感じでやっていって、はい、さあ、どうやって武田塾と出会うんですか。そこなんですよね。だって今のね、話を聞いたら、もう授業をする人じゃないですか。はい。はい、それが授業をしない塾に行くわけじゃないですか。はい、まあ、自分が言うのもなんですけど。いや、そうなんですよね。授業してんじゃねえかって。まあ、ただこれは授業してた
ことによる恩恵もあるかなと思って、やっぱその集団授業とか中でやってると、うん、まあ本当に30人の授業とかも全然やってたんですけど、はい、なんか見てたら分かるじゃないですか、はいはい、その頭の回転度合い、まあ、フルマックスで動いてる子、はい、ああみたいな子とか出てきて、これやっぱ個別にアプローチしないとちょっと、まあ、それこそレベルとか言ってる内容ついてきてるかとかっていうのも全然人によってまちまちなんで、なんかシンプルにしんどいなと思ってたんですよ、はいはい、まあ学芸大の教育実習とかでも小学生40人とかの頭の回転読みながらやるんですよ、はいはい、いやマジ無理やだなこれみたいなっていうふうに思ってたんで、まあ、個別にしっかりそれぞれやったことやんなきゃいけないなっていうふうにやると、まあ、そうするとやっぱ自習の大事さみたいな話に、はいはい、授業の中でもシフトしてきて、でそこで、まあ、そういうふうな思考になってくると武田塾チャンネルに、まあ、大体みんな行き着くんですよね。おーなるほど、はい、参考書の知識とか文法の勉強法とかこちこち言ってると、まあ、なぜか武田塾チャンネルにたどり着いているという構造で、まあ、最初チャンネラーという予想で、チャンネラーすごい2チャンネル以外が武田塾チャンネラーというものに、まあ、その時はまだその英語で授業しながら、あめっちゃためになるなみたいな感じなんですよね。そこからどうしていくんですか。そこでですね、まあ、もちろん自分が個別指導で担当してる生徒とかは、まあ、そういう指導とかはできるんですけど、やっぱりそうじゃない、まあ、集団授業やってるんでそういう生徒に対して、まあ、ちゃんともっといい指導ってできないのかなっていうふうに考えた時に、やっぱもうこれ塾のシステムの問題なのかなみたいな話に大学3年生でですね疑問に思う時期があり、就活もそろそろどうしようかなと、教員は多分ならないから教員免許はいいけどどうしようかなみたいな時期に林社長とツイッターで DM でつながるという、へえそんな運命の、はい、ちなみに教員免許はもう小中高で、もう捨てました捨てました小学校は取らなきゃ卒業できないので取らざるを得なかったんですけど、中高は単位減らしたかったん で、はい、でみんなが教育実習に行ってる間に林塾長とお茶をし竹田塾に移籍するという、へそういうことしました。そうなんですか。で今送ったんですか。そうなんですよ。なんか林社長が募集中みたいな、あ社員募集中、あそうですね、一緒に働いてくれる人コメントくださいみたいな、はいはいはい、投稿されていて、その時は世間知らずだったんで、はいはい、まあ、YouTube で知ってたんでなんか親近感、はいはい、まあ、ちょっとメッセージ送ってみようかなってなったら、うん、Twitter の DM の流れになって、で今英語で働いてて、ちょっと武田塾チャンネルとか見させていただいて、結構興味あるんですよね、でお茶しようってくるじゃないですかここで私なんです。でお茶してたら山美さんがそこに来て、ちょっとこういう感じでちょっととりあえず本校でバイトしてみるみたいな感じで、まあ、お茶の水本校の講師に一旦大学4年の春ですかね、はいはい、に一旦入らせていただいて、まあ、やかんやとなって今ここにいたり、そして校社長に、まあ、武田入った後は最初数ヶ月だけ講師をやっていて、はい、その後お茶の水本校にチーフ講師っていうシステムがあるんですけど、はいはいはい、チーフ講師もまあ数ヶ月させていただいて、もうその途中から本校の教務ですね、その時は前の校社長にされてたんで、はいはい、普通の平教務みたいな感じで生徒指導しつつ受験サポートとかしつつ流れで行った後に、その翌年は一旦厚木校に行ってたんですよ。あ、そうだったんですね、はい、厚木校に行って、まあ、ちょっと一周行って、でその後にまたお茶の水に戻ってきて、そこで校舎長引き継いで今に至るみたいな流れですね。あ、そうだったんですね、はい、そうやって校舎長になったんですね。で、どうですか、転職だと思いました。そうですね、まあ元々教育自体には行きたいなと思ってたんですけど、教員違うなって、集団授業のプロ講師もちょっと質問あれなんですけど、違うなっていうふうにまあその時は思っていて、あ、このシステムを普及させるのが一番なんか自分にとってやりたいその教育のなんか理念というか、その社会に還元できる部分かなとは思って今働かせていただいて、高田先生と同じこと言ってましたあ、はい、このシステムをちゃんと全国に広めることが、はい、自分の使命だって言ってましたからね。なのでもちろんお茶の水本校の生徒たちにもしっかり受かっていってもらうのは当然として、プラスその全国の武田塾の校舎であったりとか、あとはまだない町とかに増やしていったりとかっていう部分であったりとか、武田塾のシステム自体をもっと進化させて、もっと受かりやすくなるとか、そういう部分にちょっと今後は、まあ、特に本部の立場でもあるので、力を入れていきたいなって思ってますね。じゃあそれが今後の野望、野望。野望ですかね。野望ですかね。今日行くとかないですか。分かんないですよね。ここまでちょっと待って、英語の課長ってちょっとどこだか分かんない。どこにしてるの。そうですね。現場もやってるし、まあ、それこそいろんな校舎を邪魔して、まあ、校舎の運営状況を聞いたりすることもありますし、ルートの開発っていうんですかね、中村先生と一緒に参考にしてやってるものもあるんで、まあ、何部なのかと言われるとちょっと難しいところなんですけど、将来どうなんですか、あの、はい、中村先生のポジションは。なかなか揺るがないかなと思いますけど。あと、はい、チャンネルに出るきっかけはレギュラーになる。あ、そうですね。なんで出たんだろう。いつの間にか出てましたね。いつの間にかレギュラーになってたって。
そうですね、まあ、でもあれですね、もともと僕の前の太田さんっていう子社長がいて、はい、そこは結構元から出てるので、ね、まあ、香港の教務はちょっと代々順次出てくるみたいな立ち位置にはあったかもしれないですね。そうです、絵もありますもんね。そうですよ、めっちゃ眉が太いですよ。誰誰って思ったけど、太すぎないですかって言ったら、これぐらい誇張した方がいいんですって言われて。最初ちなみにスタジオコースっていうところで YouTube で見ましてたんですけど、なるほど、そこからだん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 そうですね、スライドしたのにも出てくる。でこれからね、曜日が合えばもしかしたらね、僕ら並ぶ時が来るかもしれないですけど、はい、ちょっと、まあ、どっちかっていうと、ね、現場目線の話とか、うんうん、僕結構なんか心理学とか、それこそコーチングとか、うんうん、そういうところの方が割と話題性は提供できるかな、うん、なるほど、竹原塾チャンネルでも結構そういうの意識したりしてるんですけど、うん、それはいいかもしれないですね。やっぱ教育畑ですからね、畑ですからね。はい、はい、ね、ここは先生においでいただきました。ありがとうございました。